プラトゥーン2、スプリングフェス。合ってる？スプラトゥーン2、スプリングフェス。スプラトゥーン2、スプリングフェス。今週末に開催されるウサギ VS カメ、スプラトゥーン2、スプリングフェスの情報が少し分かりました。で、今回分かったのはこのミステリーゾーン。フェスの時にミステリーゾーンって毎回変わるんですけど、今回はこんな感じとなっております。まず一つ目。ガラス張りだよね、これ。これ俺の予想なんだけど、こっちとこっちでリスポーンなんだよね、多分。この余分なガラスは何なんだ？多分真ん中がここでしょう。ここで多分戦う人が多いんだろうな。はい、続きまして、インクの色がね、分かりましたね。ちょっと黄緑色と、あとはピンク。これが固定の色で、間違いないと思います。いや、ウサギっぽい色と亀っぽい色だ。この真ん中のさ、ビーコンみたいなこれ何なんだろうね。これも何かに使うのか、それともただ置いてあるだけなんですかね。ちょっと楽しみだ。まあ分かったのこんだけなんですけども、フェスの情報が近づいたということで、皆さんと共有しました。僕はウサギ派に入れたんですけど、まあウサギの人もね、亀の人もね、頑張りましょう。まあちなみに俺がウサギって入れたのはウナギに似てるからなんだけどね。じゃあお疲れ様でした。